はい。そういう形でですね、えー、ラオウもこう警戒するサウザーのな、謎があると。で、そんな中、えー、ケンシロウ対サウザーの戦いはね、えー、続いていきますね。で、サウザーがね、えー、ならばもう一度極性十字剣要するに、ケンシロウは、あの、サウザーの剣を見切ったっていうんですね。うん、見切ってもどうにもならへんところがあるとラオウは、こう回想しているわけなんですね。うん。で、その中、もう一度極性十字剣を受けてみるがいいというような形で、えー、サウザーはケンシロウに攻撃を、 仕掛けます。うん。でも、さすがですね、ケンシロウ、サウザーのこの攻撃に。うん、もあの、憲法は見切っているいうことですよ。そさっきのサウザーと同じように、ケンシロウも。すごい勢いで、踏み込んでいくわけです。そうですね。先ほどと同じ、えー、形のね、えー、技を、サウザーを仕掛けるんですけども。うん、次の時はもう、ケンシロウには、それは効かなかった。うん、確かに見切ってました。憲法は。うん。 そんな中、あその腕をね、えー、ケンシローはこうサウザーの顔をこうクロスでこうポーンってこう弾き返して、でそんな中必殺のあたたたたという形で、えー、サウザーにこうね、飛行をつくんだな。そして、ここも名シーンですね。飛行人中局をついたとケンシローがね、飛行の中で最も破壊力を持つ飛行、必殺の飛行であると、うん、さあここから名ゼり言ですよ。何ですかこれは。お前の命はあと3秒。そうっす。 ね、貴様の命はあと3秒、うん、3秒とサウザーは言うわけですねでこうえ帝制軍がねバカな聖帝様が負けるはずがないと言いながらあサウザーはねニヤッと笑いながらですよ面白いとならばその3秒数えてやろうと、うん、1>, 1つというような形でサウザーは言ってきます1つ2つ3つということでねサウザーは数えます3秒バカ金郎はびっくりしよう、うん、そうなんです んあれならへんんで、サウザーは笑ってます。その中、ケンシロの体が、こう、これは十字っていう形ですか、うん、十字にクロスして血が吹き出てきます。で、ケンシロはびっくり,っくりします。ねで。サウザーはね、こう笑いながら、ふはーははと。ね。この体には北斗神拳は効かぬと。俺の体は生まれついての帝王の体。誰も俺を倒すことはできぬ。ということをね、高らかに宣言します。はい。 要するに、この帝王の体というところに、こう謎があるということですね。ラオウが、警戒してたところ。はい。でそんな中ね、賢治郎はね、バカなと。確かに飛行をついたはずやと。なんでやと。確実に、その賢治郎ほどの達人やから、そんな飛行を間違えるということはないはずです。はいで。そこでね、サウザーも言いますね。ラオウが今日まで俺との戦いを避けていたと。それが訳が分かったかと。うん。 え、サウザー、俺は帝王、貴様らとは全てが違うと。うん。神はこの俺に不死身の肉体までも与えたのだと。いうようなことで、シロ郎に攻撃を仕掛けます。そしてもう一回賢治郎はまだその攻撃を遮って、ええー、飛行をつきますね。サウザーに。ポポポポボンと。うん。で、こうサウザーはこう言います。この攻防の中でね。確かに、剣の勝負には貴様が勝った。そうなんですね。もうシロ郎の憲法の力というのは、サウザーよりも、 サウザーを凌駕してるわけですね。うん。そ,そ,そちょっとこっちからしいでしょう、ね。そう,ね、そうです。そうです。確かに、剣の勝負には貴様が勝ったと。剣の速さ、寸分、寸分くらわの飛行への突き、さすがに伝承者へと。憲法の力では、剣士郎の方が勝っていると。それはサウザーを認めるんですね。だがと。だが、貴様はこの体に流れる帝王の地に、負けたのだという形で、剣士郎はなんと、負けるんですね。 敗北するわけです。この北斗の剣のこのね、ストーリーにおいて、剣士郎はね、えー、実質的にはどうなんでしょう。僕の曲では負けは3回かな。1回目は若き日の剣士郎が、シンと戦って、えユリアを奪い去れるシーンですね。こう、蹴りがクロスして。まあ、これもちょっとね、もうこの時の剣士郎どうなるのほんまはシンより強いんちゃうかと思うけども、<laughs> まあまあまあ、これはまあ、ストーリーのあれとして、ね。でまあ、これ後でゆくゆく出てきます、まあ、ラスボス的な回を、 うん、そして、このサウザーとの戦い。うん,うん、うん。で、検証はこう吊るされているような形でですね、えー、なんと、おー、生サウザーにね、負けてしまうと。その謎、謎を解けなかったから負けてしまったという形になります。はい。ご視聴ありがとうございました。